防腐息,息は呼吸と上肢の操作により腹部内臓に適度な刺激を与えながら治療を良くしますまた背骨を左右に曲げて振動させることによりこれを強化する作用があります手の位置は両手を合わせ下から抱えるような気持ちで下腹部に当てます息を吐きながら右脇腹を縮めながら 右から左脇腹を押すようにして、丹田を左に振ります。吐く息は、はっはっはっと3回に分けて吐きます。この時、右肘を右方向に張ります。頭は正中に止めておきます。このため、背骨は左に湾曲します。息を吸いながら、湾曲を正中に戻します。吸気は、吐き切った後に、 自然に入るような気持ちで行います次に息を吐きながら逆の動作を行います左脇腹を縮めながら左から右脇腹を押すようにして丹田を右に振ります吐く息はハッハハと3回に分けて吐きますこの時左肘を左方向に張ります頭は正中に止めておきますこのため 背骨は右に湾曲します。息を吸いながら、湾曲を成虫に戻します。この一連の動作を5から10分続けます。眉間の中心を意識します。ここには、印堂というツボがあります。この眉間の印堂を支点に、丹田を振り子のように振っているイメージを持って行います。頭は固定して、 上半身の力を抜いて下腹部のみ動かすつもりでやるとうまくいきます。往復息を行うときは十分溝落ちを落とした姿勢で行い息を吐く時に丹純に力を入れ息を吸うときはその力を抜きます。第9節「完全息」今までのハロー息から往復、息までの全ての呼吸法をマスターしてから行う。 完成されたタンデン呼吸法です。腹圧を持続的に丹田にかけることにより丹田の気を充実させます。A 完全吸気胸入り10鼻から静かに息を吸いながら上腹部に置いた両手を胸部に沿って上げてゆきます。背中を反らすようにして胸を広げて胸いっぱいに大気を満たしたらさらに息を吸い続けて下腹部を膨らませます。 6から7秒をかけて完全吸気を行います。B もきと腹圧持続、もき充実、両手を下腹部に持っていき、手を組んで下腹部を抱えるようにします。次に、少し前傾けして、みぞおちを思い切り内側にくぼめながら、4から5回短く強く、鼻から息をもらします。これをもきと言いますが、もきにより、圧が、 胸部部や頭部にかかることを防止しますこれと同時に肛門をギューと締め下腹部に気力を加え下腹部の圧を高めます溝落ちはくくれ下腹部はゴムまりのように丸く弾力のある硬さに変わります同時に肛門をぎゅーと締めますこうすると下腹部の臓器が思わず巻き上がってくるように充実することがわかります 模擬しながらの腹圧持続は、20から30秒くらいの時間をかけます。四肝前呼吸、フォーマン筋縮、前傾けした頭を上げ、一段と下腹部に力を入れ、さらに強く肛門を締めます。その腹の力で、線香の煙のように細く長く、息を、徐々に息を吐きます。この時、下腹部に力を入れた状態で息を吐きます。 下腹部に力を込めれば込めるほど今度は逆に横隔膜は下がり膨らんでいた下腹部は扁平となりさらにくぼみ最後は腹壁が背骨にくっつくような気持ちになるまで息を吐き切ります17から20秒くらいで完全に吐き切るようにします D ゆる息完全呼吸の後はリラックスして3回ゆる息を行います 第10節太陽域完全域にイメージトレーニングを加えた呼吸法です。肉体的トレーニングである呼吸が、太陽域によって精神的トレーニングにつながっていきます。一種の瞑想法となります。瞑想法については、精神的治療法で詳しく解説します。完全域の完全吸気において、太陽の光とエネルギーが、 今大気とともに私の体内に入ってきて全身に満ち溢れると心の中で思念します心の中でこの言葉を唱えることから始め太陽の光エネルギーが自分の体内に満ちてくる情景を心の中に思い描きます最後には光エネルギーによって全身が輝いている様子を思い浮かべます木原 全身に満ち溢れた太陽エネルギーはさらに私のきうみ丹田に凝り固まって丹田を太陽化しつつあるのだと思念します。下腹部丹田が太陽のように輝いて熱くなっている様子を思い浮かべます。完全古希においては自分の全身は次第に広がり大虚空に満ち溢れ今まさに太陽と一体化すると思念を凝らします。イメージの上で 自分の体がだんだん広がっていき太陽と融合していく情景を思い浮かべます天気の良い日は早起きして日の出の太陽を拝みながら太陽域を行うといいでしょうまたは日没の夕日に向かって太陽域を行ってもいいでしょう日の出や日没に時間を合わせられないときはイメージで日の出や日没の情景を思い浮かべるようにします このようにあるイメージを思い浮かべることにより心の持ち方に対して一定の方向づけを行うテクニックをイメージトレーニングと言いますイメージトレーニングを仏教用語では感想と言います単なる呼吸法でも熱心に毎日怠らず繰り返し行ってその境地を高めれば呼吸によって天地と合一するという。 驚くべき深淵な境地が得られます天地と合一するとは自分と宇宙が一体であるつまり自分が宇宙の一部であると感じると同時に自分の中に宇宙があると感じるような心持ちになることです仏教用語では「ニュー我々入り感と言いますこのような境地に達するためには繰り返し太陽域を実行して 心の変化を自らが体験する必要があります第十一節大地域太陽域と同じで完全域にイメージトレーニングを加えた呼吸法です完全域の完全吸気において水と大気に満ちる大地は太陽からエネルギーを得て万物を育てるその生成回復の力を我が体内にも取り入れるのだと心の中で思念します 心の中でこの言葉を唱えることから始めます。最後には大地のエネルギーが足元から体内に入ってきて全身に巡っている様子を思い浮かべます。木原厚地賊において大地の持つ広大さ、包容力、万物を育てる力、浄化力などを我が丹田にもしっかり収めるぞと思念します。下腹部丹田に、 大地のエネルギーが丹田に満ちあふれている様子を思い浮かべます。完全古希においては、以上のごとき大地の特性を体得したならば、これを他にも及ぼそうと、思念を凝らします。太陽域とは違う大地のイメージを思い浮かべて、完全域を行います。大地が代表する自然と、自分が一体化すると感じるようにします。 第3章「旦那呼吸法の補助運動」第1節準式複式,式,式呼吸」と「逆式複式呼吸」複式呼吸には息を吸う時に腹を膨らませ吐く時へこませる準式と息を吸う時に腹をへこませ吐く時に膨らませる逆式がありますまず準式から練習し次に逆式に移るのがいいでしょう 順式と逆式の腹式呼吸は丹田呼吸法だけでなく、一般によく行われているので、ここで説明します。A 順式腹式呼吸。吸気は、引き締まった下腹部を緩めながら、ゆっくり息を吸い、下腹部を大きく膨らませます。この時、下腹部丹田に気が充満するのを意識します。胸が膨らまないように注意します。では、 しばらくは下腹部を膨らませた状態を保ちつつ息を吐きあとは腹がしぼむに任せて息を吐き続けて終わりにはしっかり下腹部を引き締めてへこませ息を吐き切ります B 逆式腹式呼吸吸気では全胸部を軽く前に張り出し肩の力を抜きます次に背中を後ろに張るようにして胸部を前後に広げます それから胸部の下部を左右に広げて次に胸部を上に上げながら息を充満させますこの時腹部は扁平になり腹軸筋は伸びますちょうど腹の膨らみが胸部に上がってきて腹がへこみ腹筋が背中にくっつくような感じで行います呼気では上半身の力を徐々に抜きながら胸部を下腹部に乗せていきます 上半身がリラックスして下腹部に重さがかかって膨らんだような感じになるのを意識的に感じ取ってくださいこの時下腹部鍛錬を意識して気が充満するのを意識します息を吐き切る前に胸部の下部を左右から正中線に向けて引き締めますこのような動作を繰り返し行うと次第に下腹部に 腹圧や熱感を感をじるようになります。第2節座りマラソン正座したままあたかもマラソンでもしているように腕を前後に振ります呼吸はハッハッハッと3519法で行います足を動かさないので心臓や肺に過大な負担をかけずに済み血液循環が改善されます1回に5から10位続けます 第3節へそ上げ運動。仰向けに寝て、腹を持ち上げて、その状態で断田呼吸を行います。下腹部に力を込める訓練となり、不眠症にも効果があります。A 吸気性へそ上げ運動。息を吸いながら、へそを天井につける気持ちで腹を持ち上げます。息を吸い切ってこれ以上持ち上がらないところまで持ち上げても、 まだ2から三秒吸っている気持ちで停止させます。次に、全身の力を抜き、息を吐きながら、元に戻します。B コキセへそ上げ運動。息を吐きながら、へそを天井につける気持ちで、腹を持ち上げます。息を吐き切ってこれ以上持ち上がらないところまで持ち上げても、まだ2から三秒吐いている気持ちで停止させます。次に、 全身の力を抜き息を吸いながら元に戻します。